よし、こんにちは、行田ゆなです。イエーイ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね ちょっと待ってね。はい、こんにちは、行田ゆなです。イエーイ。髪型いつもと違う。だって一緒じゃないかな、なんか違うかな。何が違うんだろう。前髪切ったよ、さっき。マジでほんのさっき、数分前前髪切りました。それかな、前髪超短くしてやったぜ、はははぁ。短く切った。さっきはここずっと跳ねとんだが、なんでな。アイロンしたのに。そう、自分で切りましたよ。あ、前髪は基本全部自分でいつも切ってます。で、なんかちょっと前まで私前髪もっと多かったんですけど、前髪を今ちょっと若干少なくしてます。ここに前髪を収納してます。なので前髪が短くなったのと、前髪を少なくします。今日はいい感じの前髪の量だね。セブンのパン美味しかった。だって美味しかった。なんか昔スティック状の売ってたじゃないですか。スティック状の、それがスティックじゃなくって丸になったじゃないですか。丸っこいのが5個ぐらい入ってるやつになったやん。あの丸っこいの5個入ってるやつ好きやったん、美味しくて。でもそれがなんか大きくなって3つになってん。でもそしたらあれ192円すんの、たっかーと思って。なんかな、新しく出て、うわ食べてみたいなってずっと思っとったんけど、たっかーと思って。でも昨日はちょっと奮発していっぱい買っちゃってよ、2番ご飯。そう、昨日はね、だから奮発していっぱい買ったの。あのパンも買ったし、カニ、カマチーズタラ、じゃあマヨネーズタラコ、シタラバって何？え、あの名前。あ、そうなんや。それも買ったし、あとサラダチキンスティックも買ったし、チャーハンおにぎりも買ったし、ジャーマンポテトサラダやっけな、コンが何だっけ、あれ、あ、何やっけ、クロックペッパーポテトサラダも買ったし、買いました。そして妹が買ってきてと言った炭酸と、それを昨日はもう買いました。高かったよ、当たり前じゃない、結構お値段しましたよ。やん、奮発しちゃったと思って。まずそもそもさ、そうそうそう、一番高かったのはあのパンパンが一番高かったんやけど、でも奮発して買っちゃったよね。そうそう、めっちゃ美味しかったな。めっちゃ美味しかったよな、あのパン、うん、そう、妹子さんにもあげたいね。めっちゃ美味しかった。そう、なんかね、夜遅すぎてスーパー開いてへんからさ、シンプルにもう選択肢としてはビニコンしかなかったから、もうビニコンで買って帰りました。まあ食べないという選択肢もあったんですけどね普通だったら多分あの時間だと食べないっていう選択肢が普通なんですけど、まあちょっと私普通じゃないので、まあ食べるよねそら食べるよね食べました、はい普通に食べましたね、はっはっは。
そう。そういやぶっちゃけそんなお腹も空いてなかったんやけど、食べたら食べれたって感じ空いてなかったんかいと思うやろ。いやなんかお腹が空いてはいたんだが、しかしもうお腹がグーグーなって、うわもう腹ペコだぜやばまではいかなかったなふふふ。先に晩ご飯食べててなんか、いやまあ晩ご飯っていう時間じゃなかったからな、シンプルに入れる時間がかがっつりあの昼過ぎやったからな、なんなら夕方手前やったから家出てきて、さすがにそんな時間に晩ご飯食べてもね、まあでもいっぱい食べていったけどね、そうそうそういっぱい食べていって、そうあの稽古してからそのままレッスンやったから食べれないの分かっとったんで、いっぱい稽古行く前にいっぱい食べて、そうは言ってたよ。だからなんか晩ご飯っていう定義ではないかも、3時のおやつもりもりみたいなそうって感じ。動いたんだよ、 OK でしょ。だって、まあ、そんな動いてないねそんな動いてない。1日3食4食え、なんかさ何食ってさ、え、どういうのが何食なんか分からん。なんか何パン1個を1食と考えるんだったらそれはもうめちゃくちゃ食やってるけど、でもじゃなくてパン2つ食べたとしてもそれを1食と数えるんだったらまあ1日3、4食やけどってなるよね。そのなんか何食の数え方の定義がわからん私には。そう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 、何食の定義ってどこなんやろうってすごい思う。言ってしまえばね、私お菓子食べてるから食っていうよりか間食の方がでかいかも。何食で収まらん、何食プラス間食だったら多分計算しやすいかも。間食が菓子パンだったりするからちょっともう分からんけどね、私の場合そう、どうなんだろうね何色の定義がちょっとわからない。そうねえ、うん、何色って言われたらちょっと分からない。何色感色って感じ。そうですね、そうですね、食生活悪そうなのになぜ俺みたいにならないんだろう、わらだまだ若いからやで。そうまだ若いから、これが20後半になって30代乗ってくるとなんかどんどん脂肪が落ちなくなってくるし、代謝っていうのも悪くなってくるし、やっぱ動かなくなってくるからどんどん太ってくるようになってくるらしい。よくファンの人になんか年取ったらそれはあんまり続かなくなってくるよって言われ
何そんな痩せづらくなってくるよって言われるから、あ30までには変えないとなってコメントもらうたんびに思ってるんやけど、うん、あんまり気にしてないまだ。そうでも逆にさ、人によればさ、30超えてからもっと痩せる人はもっと痩せるよね。30あたりぐらいからさガクンって痩せる人もおれば、ボヨーンって太る人もおるから、まあ私はね絶対ガクンって痩せることはないんだろうけど、ボヨーンって太りそうなんで気にしていこうと思います。ほら30、40体重落ちないようだった30からチョコはダメだよ。無理だよ、それは。それはもう私から唯一の趣味と大好きなものを取り上げられた気分だぜ。食べてもいいけど少なくねっていうのはわかる。ダメって言われたら無理やって。それは厳しいよ。一番大好きなんやもん、食べ物の中で。ゼロっていうのはちょっと厳しいゼロっていうのはちょっと厳しいっすね。ほら、いまだにチョコ食べ続けてますよ、だって。そうでも太るのが見えたら切るよ、だって。私太ったら捨てられるんや、かわいそう。ひどい。そんな太っても好きでいてよ。じゃあもう私がデビューした頃のゆりなちゃんに戻ったら、もうファンの人が減っていくね、これ以上。やだー、悲しい。痩せますとも今ちょっと若干ぽっちゃりしてますからね。分かってる、分かってるのよ。一番自分が一番分かってんの、最近太ったなって。いや分かるの、分かるの、それすごく分かるの。分かるんだけどね、もう食べることぐらいしか癒しがとりあえずないもんで、食べることラブデビューした時も言うほど太ってないじゃんって。あ、ほんと？でもね、デビューした時よりやっぱりだいぶ痩せたねとは言われるよ、今と比べたら。でも大体みんなそうよな、大体デビューした時から比べるとみんな大体痩せてるよな。なんか久しぶりにこの間会った方がいらっしゃって、でその劇場の時にね、なんかその方がさ、みんな痩せたねみたいな、なんか昔はもっとこう骨格的に、なんていうの、顔つき的にもやっぱさ、高校生ぐらいの時って大体みんな一回絶対ポチャってちょっとするやん、思春期もあってちょっとポチャっとするやん。そっからさ、ちょっとやっぱ20代とか乗ってくるとやっぱだんだんまた痩せてくるわけやんか。だからさ、その人さ、みんな子供っぽかったのに大人っぽくなったねって言って、シュッとしたしって言うとった。そうそうそう。まあでもうちは入った時がもう高校生で、そう結構ポチャリン時期やったから、そう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 、だからなんかそれこそ結構前やけど、昔とかグラビアをさせてもらった時とかに、まあなんかさ、自分がゆりなをどんな子か知らんけんさ、やっぱさ調べるわけやん、画像検索とかした時にさ、あもうちょっと丸いんかと思ってたみたいな、その昔の画像がちょっとやっぱもうちょっと丸っこかったから、なんかもうちょっと丸いのかなって思ったけど、なんかシュッとされてるんですねって、シュッとされたんですねって言われた。まあでも私の場合、太ったり痩せたり太ったり痩せたりね、あんまり目に見えてわからないですけど、太ったり痩せたり太ったり痩せたりはもう常にしてる。そうそう、だから大きく太ったねって言われることもないし、大きく痩せたねって言われることもない
結構いろんな人に言われるのは、ギョータンはあんまり太ったり痩せたりあんまりしてるイメージがないっていうのはよくメンバーにもスタッフさんにもよく言われる。うん、そう、そうそうそう、去年のグラビアすごい痩せてる時あったしね。だって去年のグラビアなんだろう、ヤンジャンさん、あ、ヤンジャンさんの時は痩せてたよ。うちヤンジャンさんの時はちょっと絞ろうと思って頑張って、ちょうどしかもその時ね、マハモのレッスンとかしてて結構消費量もすごいあったんですよ。コンサートのレッスンもしてたので結構ね消費量がすごいあって、でなおかつちょっとね痩せようと思ってちょっと気にかけようとしてた時、なんかなるだけ間食減らしてご飯もお野菜食べるようにしようとしてて、多分それで忙しくなってレッスンレッスンなのにあんまりちゃんと食べへんかったから負けたコロナにそうそう思って、そしたらコロナに負けちゃってちょっとコロナになったよねそう、でもそれのおかげで5キロ痩せたんだけど、そうもうね本当にシュッとしてた、シュッとしてたし、お腹はご飯食べてなかったから、物入ってなかったからめっちゃペタンコだったし、そう一回りちっちゃくなったって妹にも言われたんだけど、食べれるようになったらね5キロ戻ったよね減った分しっかりちゃんと戻した戻したっていうか勝手に戻った。そう、そう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 ね、えなんかね戻っちゃった、あはははあはははうちは戻んなくてよかったんだよ。5キロ痩せて多分いい体重で言ったら多分5キロ痩せた時がいい体重だった。いや細すぎだった、細すぎ、いやでも最近の子はみんなポッキーみたいだから、あれは見た目はあれでよかった、体の見た目はあれでよかった、ああでも体重にしたら細すぎ。いやそんなことないよ、だって最近の子見てみよう、みんな爪楊枝ばっかやで、爪楊枝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 、どの子見ても爪楊枝、インスタ見ても爪楊枝、 TikTok 見ても爪楊枝、加工や加工な、いや何やろ、いやいや歩きを見て爪楊枝加工ってどういう目ん玉にフィルターかけとんかいなそうだからもう爪楊枝すぎて、なんかあやっぱりアイドルしてるのに、あ自分ってちょっとやっぱり太いんやなって思うもん。街の子歩いてる子見ても、まあ、一般人なんかなんかしようか知らんけどさ、一応さ芸能やらせてもらってる身やんか、あやっぱりちょっと太いんやって思うよね。そうまあでも私の場合は太いっていうかもうガッチリする骨が太いもん、そもそも華奢ではないな、骨がしっかりしてるから結構言われるのは健康的だねっていうのはよく言われる、一回も細いねって言ったことはない、あ健康的なスタイルしてるねってグラビアするとき毎回言われる健康的だね、細くもなく太くもなくちょうどいいよって、うん、嬉しいか嬉しくないか分からんけどありがとうございますって言って ありがとうございますって言ってるけど、でも言われんだったら細いねって言われたいやん、やっぱりね、そう細いねって言われたいじゃない、そう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 、やっぱね細いねって言われたよね、そうそれが一番やと思う。だってね違う、なんか選抜さんを見よるともうみんな細いから、そうなんかなんか選抜さんを見るとみんな細いの、しかも選抜さんって選抜さんに入るとみんなやっぱ痩せるわけ、多分なんか見られる意識っていうのも多くなるし、やっぱ自分が表に出る回数も減るし、もうそういうのって意識が多分つくし、多分みんなが細いから痩せないとって思うんだろうかわからないですけども、やっぱね選抜さんに入るとみんな割とね痩せるんですよ、結構細くなられるって、でその選抜さんを見るとあやっぱ細いなーってなるんよ、そう、そう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 動いてるよ。まあでも最近の選抜さんそれこそネモハモとか今回の、まあ、レッスン量がねすごかったから、なんか私たちはそんなにレッスン受けてないレッスンのネモハモでもさもう数ヶ月もずっと基礎からさやってるじゃん、私たちはそんなもう数日でピョピョピョっと入れてピョピョピョって感じやったけど、選抜さんはそうじゃなかったから多分すごい運動量
だったし、まあ、体も壊したりとかねしちゃったり、体も壊したり、なんかこう普段使わない筋肉使っちゃって結構痛めたりとかねしてて、すごく心配だったんですけど、そうそう、多分意識とその運動量とっていうものなんでしょうね。私も仕事ないと太るもんだから仕事ないと食べることが仕事になってしまう。早くも一日中仕事していたい。でも仕事って言っても家におる仕事はあんまりしたくない。なんでかって言ったら家におったら食べれるの自由やから。外におって食べれない環境を作らないと私は痩せられないので。そう、え、今ディズニーランドとシーンにいるよ、だって。好きなキャラクターいる、だって。えー、ディズニー行ってんの、いいな、夜中に行ってんの、羨ましい。うん、さ、この前それこそ4人で配信しとった時あったじゃん。あのね4の千秋楽の時にさ、ナギがさ、ディズニー行きたいんだよねって言っとったよね。そのショールーム見た人おるかな。なんかディズニーね行きたいってね言っとって、そうそれで、ゆいなな、ディズニー行ったことがあるのかな、もう本当に数年前、もうすっごい数年前、もういつ、あれ、そうぶりぐらいやんな、行ってないんよな、行きたいな、ディズニー。でも一応な、今までの人生の中でシーもランドも行ったことある。シーが1回しかなくて、ランドが2回行ったことがあるんやけど、そう、いいな、いいな、羨ましい。行きたい、行きたい、羨ましいな、いいな。そっか、なんかさ、いっぱいキャラクターいるよね。なんかもうキャラクターいすぎてさ、あの全然行かなさすぎて全然詳しくないんだけどさ、そうそうそう。でも C に、あ、違う違う、 C じゃないよ、あ、ディズニー行った時は、そう、なんかキャラクターわかんなさすぎてね、ミニーちゃんのカチューシャだけ買ったわ思い出、ミニーちゃんのカチューシャだけ買ったわ。でもなんかキャラクターは、 C のキャラクターとても可愛いよね。あのあれ、ウィッシュミーピーペルちゃんみたいな名前おらんっけ、ウィッシュミーメルちゃんだっけ、なんだっけ、可愛いのいるじゃないあ、え、カチューシャは今1個しかないみたいなって、え、1個しかないの、カチューシャ、え、そうなん、1個しかないの、種類が1個しかないってこと、あら、まあ、なんで制作が追いついてないんかな。ショールームでイベントでもらったチケットの券はまだ使ってないのかな、だって。うん、まだ使ってない、だって使ってないっていうか、そんな、そもそんな行ける時期ではなかったじゃないですか、コロナさんがあったし。で、まあ今一応落ち着いたけどさ、落ち着いた時に私今結構やってるからね、忙しくて行けないの、使ってない。まだあるよ、だから。そうそうそう、有効期限はないと思う、確か、さすがに。うん、いいな、遊園地行きたいな。でも遊園地行きたいなって言っとったんな、うん、ディズニー行きたいなって言った、あと USJ も行きたいなって言っとったんな。ユニバ、うん、ユニバ行きたい。ユニバさ、今コラボしとるよな、ハンターハンター、セーラームーン、コナンくん、進撃の巨人、あ、マリオテーマパークのやつ、うん、なんか今コラボしてない、もう終わったっけあれ、ちょっと忘れたけどさ、コラボしてるよね、ユニバ。でもなんか、
調査兵団のユニフォームとかのもう売り切れて、今売ってないらしいで。売ってないらしい。でも入荷見てって書いとった。見て。そう。良いよね。大好きなんだけど。心臓を捧げれば、いやちょっと捧げるのは大丈夫です。自分巨人と戦いたくないんで。いいなぁ、ディズニーシー、羨ましい。でも行きたい。ディズニーシー、いいなぁ。でもね、ディズニーシーよりランドの方がいいな。シーの方が怖いんだもん、アトラクション。うん。ね。シー行きたい。行ったことない。なんでネーネーが行きたくないっていう方行きたいっていうのはひどい。ランド1回しか行ったことないし。シーは姉ちゃんもあんまり覚えてないな、昔すぎて。シーの方があるやん、なんか大人やね。ジェラトーニみたいな。あ、そうそうそう、地形がいっぱいあるやん。そう、いっぱい。可愛くない？可愛い。シーは大人やからね、お酒飲めるし。シーってお酒売ってんねんで。ランド売ってへんけど。お一人で飲んでください。いや、私飲めないです。私飲んだらもう歩かれへんくなって。こうやってずっとこと、いっぱいでも寝て何しに行ったんやってなるがな。お酒はあんまり得意じゃないんですよ最近も。ここもう何年も飲んでなさすぎて分からん。お酒強そうだけど、めっちゃそれ言われる。もううちさ、本当にさ、どうしてこんなに本当に、なんでまあこうもさ反対なんだろうなってすごいいつも思いますね。うん、何でそんなお酒飲まないの。え、だってお酒飲まないから弱いんだよ。お酒めったに飲まないから強くもなんないんだよ。そう、本当にもう私とってもかわいそうっていつも自分のこと思います。あ、ゆりなちゃんかわいそう。どうしてそんなにいつもいつも反対のことをコメントに書かれるんだろうか。あ、ゆりなちゃんかわいそう。ね、ふふふふ、鼻かいかいかい。そう、あ、今日スパイファミリー2話見たよ。かわいかった。でも今日はちょっとアーニャ少なめでしたね。でもアーニャは少なかったけど、母が今日は出てきましたよ。母がよきよき、めっちゃロマンティックやったね。最後最高、いい感じ、超いい感じ。よきよき、スパイファミリー可愛かった。今日もアーニャが、うんうん、かわいい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 。そう、可愛かったよなアーニャな。アーニャも可愛かったし、あ、4月23からドクターストーン2期が始まるんだってよ。みんな一気見てたかい？みーは見てた。だから2期ね、
楽しみにしてたんだ。なのでどうなるかな司って感じ、それがとっても楽しみです。スパイファミリーも楽しみで始まったし、ドクターストーンも4月23日もうちょっとから始まるし、今日も楽しみがいっぱい。さ、良いでしょう、良いでしょう、いいでしょう、楽しみだね、みんな。ね、そろそろ2時なんで終了にいたそう。それではそれでは、13位春太郎さん、12位マクセイトさん、11位ニューネームさん、10位フフさん、9位メオイさん、8位ヤングさん、7位オカヤンさん、6位チカイシーさん、5位カズさん夜勤あるので仮眠中、仮眠中なの、寝ながら聞いてんの？すごい超能力者じゃん。無意識の中で操作してんのかな。4位キリアさん、3位ナッティさん、2位マーニャンさん、そして今日の第1位はタカさんです。イエーイ。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。というわけで今日はこの後おちいこに行ってまいりたいと思います。それでは皆さん、また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。あー、忘れない。